ウガンダ。ウガンダ共和国、通称ウガンダは、東アフリカに位置する共和制国家で、イギリス連邦加盟国である。東にケニア、南に、タンザニア、南西にルワンダ、西にコンゴ民主共和国、北に、南スーダンとの国境に囲まれた内陸国である。首都はカンパラ。ナイル川、白ナイルの始まるビクトリア湖に接している。 旧イギリス植民地。スワヒリ語での正式名称は、ハベリーア・ウガンダ。ジャムフリア、ウガンダ。英語での正式名称は、リパブリック・オブ・ウガンダ。リパブリック・オブ・ウガンダあるいはユガンダ。通称、ウガンダ。日本語の表記は、ウガンダ共和国。通称、ウガンダ。ウガンダの名は、ブガンダ王国のスワヒリ語名称にちなむ。16世紀初頭、ブニョロ、ブガンダ。 アンコーレ、ルワンダ、ブルンディなどの大古地方の小王国が成立した。十七世紀中頃、ウガンダ西部に位置する、ブニョロ王国が最盛期を迎えたが、十九世紀に入ると、やや勢力が衰えを見せ、千八百三十年代には、南部地方が、トロ王国として独立した。十九世紀になると、ブガンダ王国がブニョロに代わってこの地域の覇権を握り、ブニョロと交想を繰り返した。 19世紀末になると、ヨーロッパ諸国の選挙団がこの地域に入り、盛んに布教を行う一方、ドイツとイギリスの間でこの地域の領有をめぐり、競争が起こった。この競争は1890年7月1日、ヘルゴランドイコール、ザンジバル条約締結によって、イギリスの勢力範囲となることで決着し、1894年には、ブガンダ王国を保護領下することでが成立した。 イギリスはさらにブニョロ、アンコーレ、トロなどの小王国や周辺各地を保護領に統合したが、保護領の統治は、間接統治を胸としたため小王国の統治体制は維持された。中でも保護領の中心的存在である、ウガンダ王国の影響力は大きく、以後の保護領統治に大きな影響を与え続けた。1901年には、ウガンダ鉄道がインド洋から、 ビクトリア湖畔にあるケニアのキスにまで到達し、湖の基線との連絡で海外貿易ルートが大きく改善されたため、綿花が導入されて盛んに栽培されるようになり、1970年頃までウガンダの主要輸出品となった。1931年には、ウガンダ鉄道の本線がキスムからカンパラまで延長されたが、不説に英領インド人が投入されたことにより、 インド系の移民がその後も増えていった。第二次世界大戦後、徐々に、ウガンダでも、民族運動が盛んとなってきたものの、ウガンダ保護領内で最も有力な地域である、ウガンダ王国は、連邦制を強く主張し、保護領内に残存する、諸王国もそれに賛同して、王国を持たない、諸地域の支持する単一国家制と激しく対立し、独立への動きはやや遅れた。 やがて1961年には建国されるべき新国家において、ブガンダに連邦の地位を、その他小王国に関しては、反連邦の地位を認めることでこの問題はやっと収束した。独立時には、北部や東部を地盤とする、ウガンダ人民会議、南部のカトリック教徒を中心とする民主党、そしてブガンダの保守派に強く支持される、王党派の川川越下の三大政党がしのぎを削り、 結局、ウガンダ人民会議と、河会一家の連立内閣が成立して、ウガンダ人民会議のミルトン・オボテが、首相に就任し、1962年10月9日に、英連邦王国の一員として独立した。翌1963年10月8日に、イギリス総督に代わって、ウガンダのムテサ2世が、大統領に就任し、共和制へ移行した。ウガンダは、独立したものの、 小王国、特に、ブガンダ王国が国内で大きな権力を持っていることで、中央政府とブガンダ政府との間で不協和音が生じ始めた。1966年、首相のウガンダ人民会議のミルトンオボテは憲法を停止して、連邦制を廃止し、これに反対した大統領権、ブガンダ国王ムテサ2世を排除して、一党制を敷き、社会主義路線を掲げた。 1971年1月に軍司令官イディアミンがクーデターで政権を掌握、独裁政治を敷いた。アミンは恐怖政治を行い、経済を握っていたインド人を追放することで国家経済は破綻し、社会的にも大混乱が起きた。1978年にウガンダ軍はタンザニアに侵攻し、ウガンダ・タンザニア戦争が勃発したが、逆に タンザニア軍に反抗され、1979年には、反体制派のアンラとタンザニア軍の連合軍に、首都のカンパラまで攻め込まれ、アミンは失脚して、サウジアラビアに亡命した。アミン失脚後暫定政権のトップに立ったユス・フルレは、間もなく失脚し、ついで大統領となったゴッド・フリー・ビナイサもクーデターで失脚した。政権を握った軍はすぐに選挙を実施し、 1980年には選挙で勝利したオボテが大統領に復帰した。しかし、オボテ政権は安定せず、1981年にはヨエリムセベニが国民抵抗運動を率いて放棄し、1981年から1986年が始まった。国民抵抗運動が徐々に勢力範囲を広げていく中、 1985年には、ティト・オケロがクーデターを起こして、オボテを追放し政権を握ったものの、国民抵抗運動の総攻撃によって1986年に、カンパラが陥落、ムセベニが大統領に就任した。政権を握ったムセベニは、経済や社会の安定化に力を注ぎ、ウガンダは安定を取り戻した。一方で北部では、アチョリ人のアリス・アウマが、 精霊運動、HSM を率いて反乱を起こしたが、1987年に、ウガンダ政府軍に敗北してアウマは、ケニアに亡命し、ジョゼフコに率いる神の抵抗軍、ローラに、残存勢力が合流して、強力な反政府勢力が登場し、21世紀に至るまで抗争が続いている。1996年、コンゴ東部で、ローランカビラ率いるコンゴザイール、 解放民主勢力連合、アフディルが放棄すると、ムセベニは、ルワンダのポールカガメと共に反乱軍側に支援を行い、これによってアフディルは、ザイールの首都キンさを掌握、カビラは大統領に就任した。しかし権力を握ったカビラは、アフディルの主力であったバニャムレンゲを遠ざけるようになり、バニャムレンゲは、今後民主連合を結成して、今度は、 カビラ政権に対して1998年に反乱を起こし、第二次、コンゴ戦争が勃発した。ウガンダとルワンダは、コンゴ民主連合に軍事支援を行い、さらに直接、コンゴ東部に出兵して一部地域を占領した。2002年に、ウガンダ軍は、コンゴ東部から撤兵したが、この紛争は、ウガンダの対外関係を大きく悪化させることとなった。 2006年8月12日、ウガンダ政府と反政府武装組織、神の抵抗軍、ローラとの和平交渉は、双方の戦闘行為停止に関する合意ができないまま14日まで、休会されることになった。戦闘と敵対的宣伝の停止で合意している。26日、3週間以内に、スーダン南部に設けられる2カ所のキャンプに集結する、ことで合意した。 2007年8月3日、アルバートコ、ホイマケンタロウ石油で、石油探査中、ヘリテージオイル社が今後と交戦し、両国が国境に軍隊を派遣。ヘリテージオイルは民間軍事会社のエグゼクティブアウトカムズで、共同経営者だったの設立した紛争地帯専門の石油会社である。2007年11月29日、ウガンダでエボラ出血熱が発生し、 51人が感染し、16人が死亡した。新種のエボラウイルスである。2008年12月14日から2009年3月15日まで、ウガンダと南スーダン自治政府、コンゴ民主共和国軍による神の抵抗軍に対するが行われた。2010年7月11日、ウガンダの首都カンパラで、ソマリアの反政府軍勢力あるイコールシャバーブ。 犯行声明を出したによる、同時自爆テロが起き、W 杯感染中の73人が死亡した。政府は16日、現在ソマリアに、アフリカ連合、英雄ソマリア派遣団、エイミースサム、ウガンダ部隊2500人に2000人増派する、方針を明らかにした。これに対し従来から派兵を批判してきた野党は、軍事冒険主義が恐ろしい結末を招いたと批判を強めている。 ウガンダは1995年10月に発行した憲法に基づき統治されている。国家元首は大統領で国民の直接選挙で選出され任期は5年。大統領は首相、閣僚人免権など強大な権力が保障されている。かつては国民抵抗運動、NRM が1986年以降、無党制を導入していたため、他に ウガンダ人民会議、ウガンダ愛国運動、解散、保守党などの政党が存在するものの、NRM 以外の政治活動は禁止されていた。議会選への立候補も、特定の党員資格を持つ者は許されず、個人資格のみ許可されていたが、しかし、個人資格といっても NRM の選挙機関、ムーブメントの合理的支援を受けた者しか、事実上当選しない仕組みとなっていた。 しかしこの体制には不満も多く、これを受けて複数政党制の導入をめぐる国民投票が2000年6月に実施されたが、野党のボイコットにより一党制が圧倒的支持を受けた。しかしその後も不満が多いことを見て取った国民抵抗運動は2005年7月に再度国民投票を行い複数政党制が支持されたため、 2006年の選挙以降は登録された政党が公的に活動し、選挙に候補者を送ることができるようになった。また、ウガンダ自体は共和制であるが、ウガンダ国内にトロ、ブニョロ、ブガンダ、ブソガの伝統的な地方王国が存在している。これらは1967年に一度廃止されたものが1990年代に復活したものであり、各王国の国王は、 文化的指導者と位置づけられ、政治的な力を持たない儀礼的な存在である。しかしながら、廃止以前に最も有力だった、ブガンダ王国では未だに、自治や連邦制の復活要求が絶えず、南西部のアンコーレ王国は、階級対立によって王国自体の復活ができず、ブソガ王国では王の選出方法で対立が生じるなど、様々な問題も起きている。地方行政は、 地方評議会、LC 制度によって行われている。地方自治体への予算配分は、2005年度には政府予算総額の32%が当てられた。2000年代末頃から条件付き交付金、無条件交付金、平等化交付金の3種類の割合が大きく増加した。しかし、地方自治体の自主財源で賄われる割合が低下し、中央政府の交付金に頼らざるを得なくなってきている。 ウガンダは東アフリカ高原に位置し、国平均の面積は24万1039平方キロメートルであるが、ビクトリア湖などの領域内水面積約4万3900平方キロメートル、全体の18%を除くと、陸地面は約19万7000平方キロメートルで、平均標高1100メートルで、北のになだらかに下る。中部に巨があり、南部とに、 湿地帯である。全体がナイル盆地の中にあり、ナイル川の水は巨河港に続き、今後民主共和国との国境のアルバート湖に注ぎ、そこから北の南スーダンに流れる。西部国境のアルバート湖からエドワード湖にかけては第一交代の西リフトに位置する。赤道直下であるが、気候は場所により少し異なる。南部は通年で雨が多い。 ビクトリア湖北岸のエンテベェの雨季は3月から6月と11月から12月である。北部では寒気が多く、南スーダン国境から 120km のグルでは11月から2月が非常に乾燥している。今後民主共和国に近い南西部のルーエンゾリは1年を通して雨が多い。ビクトリア湖が気候に大きく影響し、気温の変化を妨げ、雲と雨を発生させている。 首都カンパラはエンテベに近い北岸に位置する。ウガンダでは、ムセベニ政権の成立以後、県の増設が盛んに行われてきた。1990年代初頭には33の県があったものが、2006年には80県、2010年には112県まで増加している。これらの県は、中央地域、東部地域、北部地域、 西部地域の四つの地域に大きく分けられている。ただし地域に行政機構は設置されていないため、地理的概念としてのみ地域は存在している。ウガンダで最も大きな都市は、首都のカンパラであり、2011年の人口は165万人に、上る。さらに、カンパラ近郊には、ナンサナ、キラ、マキンダイなどの衛星都市が連なり、大都市圏を形成している。また、 カンパラ南港のエンテベにはウガンダ唯一の国際空港であるエンテベ国際空港が存在する。カンパラ都市圏以外では、西部ではムバララやカセセ、北部の中心都市であるグル、中央地域南部のマサカなどが10万人を超える都市である。広大で肥沃な土地、豊富な幸雨、鉱物資源に恵まれ、大きな開発ポテンシャルを持つが、 これまでの政治的不安定と誤った経済運営で、ウガンダは世界最貧国として開発から取り残された。アミン当地の混乱後、1981年に経済回復計画で外国支援を受け始めたが、1984年以降の金融拡大政策と市民闘争の勃発が回復を遅らせた。1986年に、 経済再生を掲げた政府は交通と通信の再構築を始めた。1987年に外部支援の必要性から IMF と世界銀行に対し政策を明言した。この政策は実行され、インフレは2003年の7.3%まで着実に減少した。農業ではアフリカでも有数のコーヒー生産国で2002年の輸出額の27%を 占める。ウガンダのコーヒーは、プランテーション方式で生産されるのではなく、土着の小農民が生産し、その生産物を買い付け業者が買い、輸出するという方式である。かつては、綿花が最も有力な産品であり、第二次世界大戦前は、日本の商社も多く、買い付けに訪れたほどであったが、1970年頃、を、境として衰退し、輸出品として、 ほとんど重要性を持たなくなった。他に輸出品として、医療、動物の皮、バニラ、野菜、果物、切り花、魚が成長しており、茶、タバコも依然重要な産品である。農業生産としては、バナナの生産量が非常に多く、中でも料理用バナナは、世界でも突出した最大の生産国である。 料理用バナナの生産量は2009年には951万トンを記録したが、これは世界の料理用バナナ生産量の4分の1を占める。さらに果物バナナも含めた総生産量は2008年に約1000万トンとなり、インドに次ぐ世界2位の生産量となっている。ただしこのほとんどは国内で消費され、輸出はほとんど行われない。 ウガンダのバナナは主食用のハイランドバナナ、軽食用のプランテンバナナ、果物バナナの3種類に対別され、ハイランドバナナの生産量が最も大きく、文化的にも重要である。工業はセメントなど再生中である。プラスチック、石鹸、ビールなど飲料は国内生産されている。トロロセメント車などは東アフリカ諸国の需要に応えている。ウガンダの交通は、 主として、カンパラから伸びる道路網が約3万キロメートル、内舗装が2800キロメートル、鉄道は1350キロメートルで、インド洋に面したケニアのモンバサからトロロまで、さらにカンパラ、ムバレなどへの支線がある。国際空港は、ビクトリア湖に面したエンテベ空港で、カンパラから32キロメートルである。通信は、ウガンダ通信委員会。 UCC が管理する。1980年代までは国内エネルギー需要の95%は木炭と木材で賄われていた。商業需要の23%が石油製品によりわずか3%が電力に頼っていた。政府は焚き木ストーブ使用を奨励したが普及に至らなかった。現在改善されたとはいえ数時間に及ぶ停電が特に農村部で頻発する。 白ナイル川を利用した電力開発は遅れていたが、2000年のナルバーレ発電所による380メガワット供給開始で、東アフリカでも主要発電国となった。ブジャガリラけでの発電計画は環境破壊が指摘され、世界銀行も2002年に支援中止した。下流のカルマ滝発電所もこの影響で建設開始が遅れている。ウガンダは、 国内石油需要日量に治療に7000バレル2015年の全量をケニアのモンバサ港を介して運ばれる輸入品に頼っている。石油製品パイプラインはケニアのエルドレットまで伸びており、その先はトラック輸送である。カンパラまで3 2 0トルのパイプライン延伸を調査することで両国が1995年に合意した。しかし、 2006年イギリスの石油会社、ヘリテージオイル社により、アルバトコ付近で油田が発見されたことにより、ウガンダからインド洋への原油パイプライン建設計画が、石油会社から出された。大統領は、原油輸出に反対で、カンパラに製油所を建設し、近隣諸国への石油製品輸出を見込んでいる。一方、2007年8月アルバートコでの、石油探査作業中に、 今後民主共和国軍からヘリテージオイル社が攻撃を受け抗戦隊になり死者が出るとともにウガンダ兵が拘束されるという事件が発生した。両国はアルバート湖の国境、特にルクワンジ等の領有をめぐって協議している。最も人口が多い民族は首都カンパラを中心とした中央地域に主に居住するバンツー系のガンダ族であり2002年には人口の 約17%を占めている。国土の南部は、バンツー系民族が多数を占める地域であり、ニャンコレ族、ニョロ族などのバンツー系諸民族が暮らしている。これに対し北部は、ナイル系諸民族が多数を占め、アチョリ族などのナイル系諸民族が存在する。北西部には、ルグバラ人などの中央スーダン系諸民族が生活する。インド系は主に都市部に居住し、 ウガンダ経済の大きな部分を担っている。1970年代にイデアミン政権がインド人追放を行った時に大半は出国したが、アミン政権が倒れるとかなりの数のインド系住民が再びウガンダに戻った。公用語は英語であるが2005年にスワヒリ語が公用語に追加された。しかしスワヒリ語は話者が少なく北部を除いて 共通語としても普及していないため、ウガンダ国内における重要性はそれほど高くない。スワヒリ語よりも使用頻度が高いのは、首都カンパラを中心に話されるガンダ語であり、キューブガンダ地域を中心に国内の多くの地域において共通として通用する。このほか、ソガ語、マサバ語、ニャンコレ語、ニュロ語、キガ語、デソ語、ルオ語、ランゴ語,語、トロ語などの 各民族語が使用されている。2002年の統計では、ウガンダで最も多数派の宗教は、ローマカトリックであり、全人口の42%を占める。ついでプロテスタントが36%を占め、多宗派も含めたキリスト教の信者は全人口の85%、上る。イスラム教徒は12%を占め、残り3%が、伝統宗教や諸宗教を信仰する。 土着の呪術への信仰が根強く、その呪術の犠牲として、子供やアルビノの人,の人の人体や臓器が使われるため、そのための殺人が社会問題となっている。特に選挙が行われる直前にはその被害者の数が増えるという。ウガンダの成人式自立は73%、15歳以上、2005から2009年である。 初等教育においては1997年より無償化政策が開始され、就学率は大きく向上したが、児童数の急増に施設や教育の質が追いつかず様々な問題も起きている。高等教育においては1922年に設立されたマケレレ大学が名門校として知られている。慢性的なビタミン A 欠乏症に悩まされる住民が多い。 2010年代においても、ウガンダの5歳未満の子供の52%が、ビタミン欠乏症からなる発育不良や、失明の危険にさらされている。このため、政府や国際的な研究機関の協力により遺伝子、組み替え作物の導入といった対策も講じられている。ウガンダは、アフリカ大陸の国のうちで、HIV、AIDS の流行に対する国家的な対策が、 効果的であった国の一つである。1986年の内戦の後の、ムセベニ政権がエイズ対策を掲げ世界のエイズ研究者が、まり、新しく HIV に感染する割合が劇的に低下した。1990年代初期の HIV、感染率は18.5%と推測されたが、婚姻外の禁欲や、 夫婦間の締結などの純潔教育を推進したかいあって2002年には5%にまで減少した。しかし最新の統計では107%に増加している。2013年12月には性的興奮を促す商品や行動などを違法とするハンポルの法案が国会で可決された。2014年にウガンダ国内で発生した誘拐事件は 未遂を含め2898件が発生している。被害者の半数以上が未成年者であり、交換目的のほか新生児が悪魔払いなどの目的で誘拐されることも多い。結婚時に改正すること、夫婦同姓もしないこと、夫婦別姓も可能。ウガンダの世界遺産は、文化遺産1件、自然遺産2件がある。文化遺産、自然遺産、楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。